本項目では日本とオーストリアの関係について記述する。日欧関係とも、1869年に明治政府とオーストリア・ハンガリー帝国は費用州交通商公開条約を締結し、両国間の外交関係を樹立した。その後義和団の乱では両国が兵を派遣している。1873年のウィーン万博には日本も参加し、 ヨーロッパでも、ヤポニズムが連発することとなった。また、日本では、オーストリアが、クラシック音楽の地であるとの認識が強いが、これは、他の国ではあまり見られない現象である。著名な、オーストリア人は、日本に、スキー技術を伝えたて踊るエイド・オーラー・フォン、レルヒ・少佐や、大日本帝国憲法の成立に影響を与えた、ロレンツ・フォンシュタイン。 日本にヨーロッパの考古学をもたらしたハインリヒ・ホンシーボルトなどが知られる。1914年8月25日第一次世界大戦において両国間で戦線布告が行われないまま戦争状態に突入した。オーストリアでは日露戦争を戦った日本がこの時点でもロシアの敵であると誤解され日本人を見かけると胴上げされるほどであったが日本が 最後通帳を発した時点で一気に険悪となった。また、オーストリア・ハンガリー政府は、公衆案に滞在していたカイザー・フランツ・ヨーゼフ一世級、防護巡洋艦のカイゼリン・エリザベートが、日独海戦の檻にも抗戦せず、武装解除すると伝達していたが、24日にドイツ側に組みして戦うと声明したため、日本側にとってもこの状況変化は急激なもので、あると受け止められた。 4月に着任したばかりの佐藤愛馬郎大使ら、大使館員、留学生らは、間もなく退去したが、一部の民間人は、最長1915年3月15日まで、収容所に抑留されている。チンタオの戦いで、カイザリン・エリザベートは、日本側の攻撃を受けた末に自陣、乗組委員たちは、捕虜として、日本国内の収容所に収容された。捕虜たちは、音楽や、 料理などのオーストリア文化を日本に伝える一助となった。第一世界大戦後、オーストリアハンガリー帝国が崩壊し、オーストリア第一共和国との講和条約サンジェルマン条約に日本も調印している。1938年、オーストリアはアンシュルスによってナチスドイツに並行され、日本はこの措置を承認している。 両国間の外交関係が復活するのは1955年になってからである。戦後は経済及び文化において交流を深め、1990年には両国において官民フォーラム、将来の課題のための日、オーストリア委員会が設けられた。文化面では音楽分野での交流が大きく、ウィーン国立音楽大学等において、 多くの日本人留学生が音楽を学んでいるほか、ウィーン少年合唱団など著名な楽団でも日本人、楽団員が参加したり、定期的に日本公演を実施するなどしている。近年は、日本のポップカルチャーや伝統文化等に関心を持つ、オーストリア人も少なくなく、日本学科を有するウィーン大学東アジア研究所には、毎年、約200名の学生が入学しており、 寿司や抹茶等の日本食もブームとなっている。2007年に日本はオーストリアにとって3番目の重要な貿易相手国となり、アジアでは2番目に重要な貿易相手国となった。1999年6月、オーストリア連邦大統領のトーマス・クレスティルはオーストリア連邦大統領として初めて日本に国賓訪問した。オーストリアは東京に大使館、 4つの都市に名誉総領事館を設置している。日本は、ウィーンに、大使館、ザルツブルクに名誉総領事館を設置している。ありがとうございます。